どうも島田秀平です。いつもですねこちら島田秀平のお階段巡り、ね、好き勝手にねこう怖い話をさせていただいているんですけども、実はですね私島田ホリプロコムというね、事務所に所属しているんですが、後輩でですね本当にこう趣味が心霊スポット巡りで、自分自身も結構ね霊体験をしてるなんていう子がいましてね、今日実は来ていただいてますんで、その方のお話聞いていただきたいと思います。ご紹介します。ホタテーズというコンビの、川口くんです。お願いします。すいません、どうも。すいません、失礼します。お願いします。お願いします。久しぶりですね。もう着てる服がなんていう柄かわからないっていう感じなんですけども、はい、怖い話の時は柄シャツで行こうっていう自分の中の、はい、あるんですね。あるんです。普段漫才ね、漫才で、はい、やってるんです。もう非常に面白くってこうね、でコンビの時は違いますもんね。普通 の, シャツにジャケットにみたいな感じです。じゃあもう柄シャツってことは今日本気ですよっていう意思表示というか。もちろん、もう一番体験した中でもじゃああんまり話したくないなっていうお話をちょっとさせていただこうかなと思います。ぜひお願いします。早速なんですけども、はい、その体験談ってことですか。まあ最初にお話しするのはちょっとつい先週本当キンキンにあったお話で、僕島田さんからよくタクシー運転手さんにタクシー乗った時に怖い話ありますかとかって聞くってお話を聞いてて、あ、僕やってますね、はい、それね、はい、それちょっと真似というか、僕もたまたま乗ったタイミングがあって、でタクシー運転手さんに何か怖い話とかって持ってますって聞いたら、その運転手さんがつい2日前にあったんだよ、うん、じゃあちょっと教えてもらっていいですかって聞いたら、その運転手さんが夜中こうプーッと走ってたら、結構深夜だったんですけど、道端にお母さんっぽい人とお子さんがこう手を挙げてるんです、はいはいはい、で、あ、お客さんかなと思ってブーって止まって、うん、で、まあ、乗せてあげて、結構近場だったんで、うん、まあ、すぐ着くなと思ってもう目的地行こうって案内しようとしたら、こうバックミラーでお客さん見てたら、お母さんもお子さんもずっと下向いてるんですって、うん、で、なんかちょっと気持ち悪いなと思ったんですけど、まあ、でも目的地近いし、まあ、すぐ案内すればいいかと思ってブーって走ってて、でものの5分ぐらいこう走ってたら、もう一回バックミラー気になって見たらしいんですけど、ちらっと見たらお母さんとお子さんとおじさんらしき人が乗ってるんです。最初はお母さんとお子さんだけ乗っけたんですね、うん、でもう一回見た時にお母さんとお子さんとお父さんらしき、まあ、おじさんが乗ってて、人増えてたってことですか。増えてる状態で、うん、ああこれやばいやばいやばいと思って、でも怖いけどそんなん聞けないし、うん、なんか嫌だなと思って、見えちゃったのかなと思って気にせず、もう早く目的地着こうと思ってブーって案内して、で目的地着いて、でお会計をいただいて、で何か忘れ物ありませんか、じゃあ忘れ物しないでくださいねって振り返ったら、お母さんしか乗ってなかったんですね。はい、でその話を僕されたんですよ、うんうん、でわめちゃくちゃいい話でした、ありがとうございましたって言って、で僕今バイトの先輩とルームシェアしてるんですけど、まあ、先輩にもその話をして、うん、ついタクシー運転手さんにその話聞いたんですよって話、ああでもめちゃくちゃいいねって話したら、僕次の日ライブで早めに家出て、で先輩もバイトから帰ってきて、家の扉バッと開けたら、うん、家から子供が走り回る音がしたらしいんです、ね、だから僕の家今もしかしたらお子さんついてきちゃってるかもしれないっていう話です。え、じゃあごめんなさい、それ確認すると、はい、実際にタクシーに乗ってたのは女性だけだった、はい、女性だけだったんですね、要は、はい、ちょっとなんかよくわからなかったんですけど、最初僕もえ、それ家族なのか、うん、何なのか もう要は聞けなかったらしいんですけど、でもそこにいたお子さんの霊を連れてきちゃったかもしれない、はいはい、僕多分そのままタクシー乗ってたのか、僕がその話聞いて連れてきちゃった。いやこの前ね、たまたまなんですけど、はい、僕ムーの世界っていう、ちょっとね、はい、オカルト雑誌ムーの番組やらせていただいてて、はい、で、まあ、出てるのがムーの編集長、はい、三上さん、
あと都市伝説界の重鎮の並木先生、はい、あとあのキックっていうお笑い芸人、はい、あとトカナの編集長のスミさんっていう女性がいるんですよ、はいはいはい、でスミさんがこの前そのそこそタクシーに乗ったらしいんですね、はい、個人タクシーですって。で乗ってなんか寒気するなと思って、スミさん霊感あるんで、うん、ちょっとやだなこのタクシーと思った時にパッてこうルームミラー見たら、はい、バックミラーですか、ルームミラー、はいはい、見たらうわっ見えてなかったんだけど鏡に女性が映ってるっていう、自分の横に。でも見たら目視ではわからないんだけど鏡越しだと映ってるんですって、はいはい、でうわーっと思ってちょっとこう挙動不審になってたら運転手さんがあ見えましたってえなんすかそれ、いや時々言われるんですよね女性でしょう、はい、うわなんかそのタクシー、まあ、よくね自爆霊って話ありますけど、はい、意外とその土地だけじゃなくって、もしかしたら霊というのはそのタクシーの中とかそういうふうにずっとそこに居ついてしまう霊もいるのかもしれないっていう。めちゃくちゃ気持ちいい。やっぱりね、なんかその怖い話僕も聞いててよくあるんですけど、目では見えないんだけど鏡越しに映って見えるとか、あとはレンズ越しに見えるとかって結構あるんですよね。聞きます。あれ怖くないですか。僕もね心霊スポット行きますけど、ちょっと嫌だなと思うのが、はい、最近ほら携帯でもね、はい、デジカメでもね顔認証するじゃないですか。あ、しますね。でその時にまあちょっと心霊スポットに行ってここ危ないんだと思ってパッと風景撮ろうと思ったらなぜか風景しかないはずなのに顔認証してるっていう、あるでしょ。あれすごい怖いっすよね。何をこの機械はね感知したんだろうか。そうですね、もう読み込んでるんですよね。そうそうそう、顔を。いや怖いんすよね。あと僕車よく最近聞くのが、はい、青山墓地ってあるじゃないですか、はい、ね、あの墓地霊園ですけど、結構あの辺の脇に車止めて、はい、ちょっと休憩してるドライバーさん結構多いんですよ、はい、で夜中こわって寝てたりするともう深夜誰もいないんだけど急にピピ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 ってこう車のセンサーが反応してるみたいな、わかります。ね、最近のこういい車って、はい、こう近くにこう障害物とか人が通るとピピピピピって反応してドライバーに教えてくれますよね、はい、誰もいないんですって。これ何をね、このセンサーは感知したんだっていう、はいはい、だから似たような話で誰もいないのに自動ドアが急に開くとかね。いやそうなんだ。あとはエレベーターがふーって上がってきてパッて見たら誰も乗ってないとか、はい、なんかありますよね。あります。僕、まあそれで言うと、はい、これあんまり話したくないんですけど。したくない話。はい、まあ結構前、もう6、7年ぐらい前のお話で、うん、千葉の方にある、コンビニ、まあ化けコンビニって言われてる。化けコンビニ。お化けコンビニ。まあ通常僕らの仲間内で化けコンって呼んでたんですけど。なんで化けコン？結構出るっていうコンビニがあって。コンビニで幽霊が出るって、はい、まあそれもなんか作りがよくおかしくて、十字路があって、はい、角っこにコンビニがあるんですよ、うん、で真向かいにもコンビニがあるんですね、うん、でこの十字路がまあやたら事故が起こるみたいなコンビニらしくて、で僕の友達がそのコンビニで働いてて、秋山くんって子なんですけど、うん、秋山くん夜勤で働いてて、うん、でそのコンビニ あのドリンクあるじゃないですか、ペットボトルとか、後ろからこう補充するんですね店員さんが。ああはい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 、はい、あの飲み物のね、飲み物の、ね、はい、冷蔵庫、冷蔵庫のところ、うん、こう下からこう補充してって、こう補充してって真ん中の段ぐらいになった時に、うん、店内からおじさんがずっとこう裏側を見てくるらしいんですよ。で最初お客さんだなと思って、うん、あすいませんと思ってすぐ店内の方戻ると誰もいないんです、うんうん、で最初見間違いなのかなと思って、あとその店内 BGM とかを結構その音楽系がバーかかってるのに夜中になると一瞬無音になるらしいんです、でも無音になるタイミングってないじゃないですか、うん、BGM の店内のその有線みたいなのって。で BGM がその無音になってずっとちっちゃい声で誰かがみたいなのを喋ってる声が聞こえる、うん、BGM 越しに、うん、でそれもなんかあんまり霊感がないんで秋山くんが気にしなかったんですけど、まあ、そのあることがあってこれはやばいっていう時のお話なんですけど、はい、その秋葉くんから深夜バイトしてて、でめちゃくちゃ暇だったんですけど、はいはいはい、まあその暇な時ってコンビニの店員さんってバックヤードに行って
結構まあ携帯いじったりとか、まあ、雑誌読んだりとかして、うんうん、まあ、暇つぶしてることあるらしいんです。で、まあ、秋山君もその裏側でこう携帯いじってたりしてたら、店内の方からこうレジ前かな、レジ前から女の人でこうすいませんって声がするらしいんです、うん、薄くすいませんって声が聞こえるか聞こえないかぐらいで、はい、うん、お客さん来たなと思って、で店内に行ったら、まあ、誰もいなくて、はい、であれでも聞き間違いかなみたいな、もう一回バックヤード戻って、そしたらもう間髪入れずすいませんって声が来るんですって、うん、これどっから聞こえてんだと。でまたレジの方行って、でこれはもしかしたら店内の女の人だっていうのは認識できたんで、うん、化粧品とか、まあ、トイレの方とか、うん、どっかにいるのかなと思って店内ぐるーって回って、でトイレも開けたけどいなくて、うん、でおかしいなと思ってまたこうバックヤードに戻ってきたら、こうバックヤードに、レジ前を映す監視カメラがあるんですよ、はい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 、モニターっていうんですかね、うん、でモニターをちらってみたら、こうレジ前に髪の長い女の人が全身黒ずくめなんですけど、監視カメラずっとこうやって見てるんです。で、あれって思って、今戻ってきた時そんな人すれ違わなかったし、なんだあの人って、こう壁越しにバックヤードなんですよ、はい、でこの壁をこうやって覗くとレジが見えるんですけど、はい、怖いけど、まあ、とりあえずレジにいるのかなってこうやって見た瞬間に女の人がうわーってやってレジをバン叩いて、それびっくりしちゃって、ですぐこう目つぶって、もうお経か分かんないけど怖いからもうずっとじーっとしてて、このモニターもう一回見た瞬間に女の人いなかったんですけど、怖すぎてすぐ店長に電話したらしいです、はい、ちょ店長出ましたと、これはちょっとやばいから来てくださいって言ったら、店長まあ近くに住んでたんで車ですぐ来てくれて、で監視カメラを確認してくれれば分かりますって言って、でも秋山はその監視カメラ見るのがもう嫌だったんで、うん、店長も見たら教えてくださいって言って、もうずっと下向いて店長は監視カメラを確認してくれてたんですけど、ああこれねみたいな、店長まあ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 ちょっとよくわかんないなみたいな感じで言うんですよ、店長、はい、嘘でしょみたいな、結構がっつり映ってましたよって言って、チラッとそのモニターもう一回見たら、その女の人がちゃんと映ってる前後10分が砂嵐で何も映ってなかったらしいんです。要はそのなんで映ってないかもよくわかんないんですけど、でその話を聞いて僕と友達がそのコンビニ行ってきたんですよ、はい、本当なのかと。でなんか普通に行くだけだとやっぱちょっと味気ないというか、なんかなんて言うんだろう、秋山をちょっとびっくりさせてあげようみたいなところもあって、うんうんうん、なんかこの帽子かぶってマスクしてカツラかぶってとかサングラスしてとか、ちょっと僕らとは分からないような感じで変装して、うんうん、行ってちょっと迷惑なお客さんのふりして実は僕らでしたみたいなことをしようとしたんですけど、うん、まあ、その一緒に行った友達は岸君ってこう、岸君はい、岸君はまあ車買ったばっかだから、うん、じゃあその車に乗って行こうよっつって、で一緒に乗っけててもらったんですけど、まあその入って、雑誌コーナー、うん、雑誌コーナーでものの5分ぐらい2人でこう雑誌を読んでたら、何にも言ってないんですけど秋山がそのお前ら何してんのってまず言うんですね。あ、はいはいはい、まあ変装してるけどなんで分かったのって言ったら、まあ車がどうやらちょっと特殊な形の車だったらしくて、大型ので、まあもしかしたら岸かなと思ってバレちゃったらしいんですけど、うん、お前らさ、秋山がどっちか彼女連れてきてるでしょって言うんです、はい、で僕らからしたら僕と岸の2人だけで車で来てたんで、いや彼女なんていないし、俺は雑誌コーナーでずっとこう立ち読みしてる段階で2人しか店内にお客さんいなくて、でえなんでそんなこと言うのって秋山に聞いたら、いやお前らが雑誌コーナーでずっと立ち読みしてる間にずっと女の人がずっと立ってて、この本も読まずにずっと間に立ってるだけの状態で、やめろよお前そんなこと言うなよって言ったタイミングで、あのコンビニ のコミック本わかります、あのこんな分厚い漫画をこういっぱい集約してるような、あ、はいはいはい、あのギッチギチに詰まってるやつが、うん、バッて落ちたんですよ。であれって結構ギッチギチ詰まってるんで人がこう引っ張んないと落ちないんですよ。落ちないですよね。それがバッて落ちた瞬間に僕ら怖くなっちゃって、じゃあ岸帰ろうって言って、で帰り道送ってもらったんですね。で帰り道、まあ僕が先降りたんですけど、うん、まあなんか連れて帰ってるかもしんないから岸帰り運転気をつけてねって言ったら、岸が帰り道に車で事故って、1週間意識不明だったんです。でそれがあって、まあ意識も戻ってしばらくしてから、まあ秋山と
そのお見舞いに行くってなったんですけど、うん、まあ、お見舞いに行った時に、まあ、その前後のこと記者は覚えてなかったんですけど、はい、絶対これはあのコンビニの女の人連れて帰ってるっつって、これ一回絶対お祓い行った方がいいよって話をしたんですけど、まあ分かった、一回お祓い行くわ。で僕も芸人やってたんで、知り合いのつてでそういうちょっと霊媒師というかお祓いができる方をこう紹介して、で見てもらったら、いや岸君はコンビニの女の人は連れてないってまず言うんですね。連れてない、はい、連れてきてはいない、それが、要はなんて言うんですかね、原因ではない、原因ではなくて、じゃあ何が原因なんですかって言ったら、岸車買ってたんですけど、それが中古車で、その事故車だったらしくて、それについてる車の例によって事故に遭っちゃったらしいんです。だから僕もタイミング悪かったら一緒に事故っちゃってたかもしれないっていうお話です。じゃあその、はい、最初コンビニで防犯カメラに映ってた女性とはまた別の、はい、全く違う車についていた例だったっていう、はい、そうです。だから思い込みでずっとコンビニのやつのせいだと思ってたんですけど、なんだそれと思って。川口さん、はい、あの気づきかもしれませんけど、はい、僕途中悲鳴上げちゃいましてすいません、ありがとうございます。違います、これあのそうなんですね、ちょっと誤解されがちなんですけど、はい、あの怖い話好きだからね、はい、話すんですけど、めちゃめちゃ怖がりなんですよ、ね、いやそうですね、そうなんですよ、そうです。だから自分で話す分にはもう自分でオチも分かってるから話せるんですけど、はい、人から聞くのめっちゃ怖いんですよね。わかります、めっちゃもちろん心臓バクバク言ってるんですけど、そうですね、とんでもない話してくれましたね。この話なんであんまり話したくない、続きあるの、ま、なんで話したくないかっていうお話だけサクッと。この話すると、そのコンビニの方の黒ずくめの女の人が近くに来ちゃうらしいんです。はい、なんでちょっと気をつけてくださいっていうお話です。気をつけようないでしょ、はい、来ちゃって、もう僕はそういう時にもう霊感とかも全くないんで、何もできません何もできませんって言いながら、目閉じて去ってもらう感じです。分かんないですけど去るかどうか、はい、ものすごいふわっとした解決策じゃないですか、はい、いやまあ、これ参考なのか分かりませんけど、はい、よくね、そういう時に、はい、むやみにこう僕らみたいな力のない人間が変にお経なんか唱えちゃうと余計刺激するから良くないよって話もありますよね、はい、そういう時に僕聞いてこれがいいって言われたのは、はい、不動明王の陰、はい、不動明王ってこう悪を断ち切るみたいな強い神様なんで、これはねこういう陰なんですよ、こういうね、こういう、まあ、ちょっとこういうグッとこうやって、でこの印がねかなり強いって聞いたので、もしすみません本当にごめんなさい、ここまで見ていただいて、すみません本当、ちょっとうちの川口がすみません、すみません変な話、なんかっていう方、ちょっと不動明こんな解決策で大丈夫ですかね、これでちょっと守っていただきたいと思います。すみません本当。何笑ってんだよ本当。なんか今度だから一緒に、あもうそこのコンビニもしかしたらもうなくなっちゃってるかもしれないんですけど、なぜか。次々にこうお店が変わる場所ってありますよね、はい、そういう場所って何か良くないとか霊道だとか言いますけど、そういう場所だったのかもしれない、はい、もしかしたらそうです、ね、いや分かりました。ちょっと川口さん、思ってたのと違ったんですよすいません、まだお話あるんですよね。あります、はい、じゃあ霊感はあるんでしたか。これ全くないんですけど、これ五感ってあるじゃないですか。島田さんに伺ったのかな、はい、なんか視覚、触覚、嗅覚のどれかが発達するっていうので、パターンがあるって話はありますよね、はいはい、僕多分ですけど聴覚が発達しかけてるっていう段階ですよね。じゃあその、はい、見えるっていうよりは変な音が聞こえるとか、はい、あそうですそうです、うめき声とか泣き声とか人の子みたいな足音とかが聞こえる段階です。見えはしないです全然。どんな話今日持ってきていただいたんですか。今日が、つい、先月行ったお話あそうか、川口くんね、本当にこういう話が好きで、はい、自分で心霊スポットとかに肝試しなんかもよく行かれてるって方なんですよね。はい、で、これは僕が、6年ぐらい前に働いてたカラオケボックス、まあ、バイトしてたんですけど、はい、そのお話なんですけど、まあ、そのカラオケボックスっていうのが横浜にありまして、横浜からまあ何分かの距離なんですけど、1階がドラッグストアで2階がワンフロアカラオケボックス
で3階まであるんですけど、3階は従業員の着替えるスペースなんですね。で、まあ、3階建てのビルなんですけど、それ横浜駅の近くってこと？横浜駅ではないです、横浜の方面だけ、はい、ちょっとお貸しして、はい、で、僕がバイトに入った時にもう3階は倉庫として扱われてたんですよ。で僕が入る前まではその男子更衣室女子更衣室みたいな感じで使われてたんですけど、うん、はい、でも入った時は倉庫だよって、もう使うことはあんまりないからねって言われてたんですけど、まあ、入って、全部でそのカラオケのフロアが15部屋ありまして、はい、でやっぱこういう話が好きなんで、うん、まあ入った時にバイトの大学生の子とかバイトの子たちに何かそういうお化けとか出たりしないのとかって聞いたら、加賀さん出ますよ、何番に出ると思います、当ててくださいみたいなこと言われるんです、うん、でもやっぱ入ったばっかなんで、まあ、締め作業だったり、遅番なんで閉店までやるんですけど、まあ絶対ここだなっていう一部屋がやっぱ分かってくるんですね。やっぱおかしい、おかしいんです、うん、やっぱその部屋っていうのが、10番の部屋なんですけど、なぜ変かっていうと、はい、まずお客さん何人か案内するじゃないですか。でそうすると、まあ、何人か普通に使われる方もいるんですけど、中にちょっと部屋変えてくださいっていう方がいるんです。で、あ、なんか不調ですかとか言うと、いやちょっとみたいな濁されて、それが結構1ヶ月に 4,5 回ぐらいあるんですよ、うん、僕がバイトで入った時にも。なんかやだなと思ってたんですけど、あとその普通にカラオケ使ってて、クレームで、カラオケってスピードコントローラーってあるんですけど、その曲のスピードをこう、あ、テンポ上げるやつとか、はい、ゆっくりするとか、ゆっくりするとか遅く、うん、速くするとかがあるんですけど、それが勝手にマックスになるらしいんですね。で最初それまあ普通に機材の故障かなとか思って、うんうんうん、まあすぐ直しますねって言って戻したりするんですけど、これもう決定的だなと思ったのが、カラオケの曲が流れるんですけど、まあ、その曲がマックスになるんですね。でも、その時にお客さんゼロなんですね。え、どういうこと？要は、カラオケの曲が入れる人もいなければ、うん、カラオケのスピード上げる人もいないんですよ。お客さんの、その要はお客さんが誰もいない状態で、空室の部屋ってこと？空室の部屋なんですよ、はい、10番が。で、なんでこの曲鳴ってんの？なんでスピード上がってんの？って言って、バイト中がみんなパニックになって、うん、絶対10番だよって10番行ったら曲が流れてるんです。でも誰もいない、誰もいないんです。で誰も要は曲入れた形跡もないし、なんで流れるんだっていうのがあって、あとメニュー表がありまして、そのドリンクとかフードとかがかけてある、そのドリンクがそのメニュー表の角っこにこうリングがついてるんです。リング、壁にかけられる、あ、引っ掛けられるようにってことね、はい、リングがあって、はいはい、で壁にこういうふうにフックがついてるんです、はい、で要はこのフックにこうかけるんですけど、結構ちゃんとかかってるんで、そこ持ち上げないと要は落ちないんです、はい、で毎回閉店になると10番の部屋のメニューが下に落ちてるんです。でなんでそんなになるんだろう、うん、でも店長に聞いてもやっぱぼかされるんですよ。なんでなんですかって聞いても、いや俺も、まあ、分かんないけどなんかそういうのが多いんだよねみたいな。で僕がバイト入って3ヶ月4ヶ月ぐらい経った時に、店長からこんぐらいの小包みを段ボールみたいな小箱みたいなのをちょっと上の倉庫にしまってきてくれって言われて、はい、で分かりましたっつって、僕倉庫入ったことなかったんで3階ですね、3階の倉庫に、うん、で鍵もらって、うん、で倉庫バーって、で普通に倉庫って結構荷物がこう詰まってるというか置いてあるイメージだったんですけど、はいはい、ガッてドア開けたら段ボールが3つとなんか絵みたいなのがこう立てかけてあったんですよ、はいはい、でそれだけなんですよ荷物が。で なんでこんな広い空間にその荷物だけなんだろうと思って、うん、でもちょっと暗がりだったんですけど、絵とかもこうやって近くで見るとこう女の人と、まあ、男の子か女の子か分かんない子供が真正面をこう真顔で向いてるんです。こう真正面こう向いてるって絵なんです、はい、で額がすごいしっかりしてて、なんか金色か茶色かみたいな、まあ、暗がりだったんで、うん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 、なんか立体的なこう額縁みたいなの入って、はい、あすごい高そうな額に入ってる絵で、でまあ、荷物すごいいて、店長に上のあの絵って何なんですかって聞いたら、うん、いやこれ実はその大部屋使われた人が忘れてって、はい、でもなんか額とかもすごい高そうだし、うん、勝手に処分するのも悪いから、でもし取り来た時に捨てたりしてたらこう弁償とかになっちゃうから一応倉庫にしまったら保管してるんだ、保管してるみたいな、うん、あそうなんですかで、なんかまあ僕の勝手な、はい、あれなんですけど、まあリンクさせちゃうのもあれなんですけど、その絵が立ってる、立てかけてある
ところの場所の下が10番の部屋なんですよ。あ、ちょうどその真下、ちょうど真下が10番の部屋なんですね、うん、これ絶対この絵なんか気持ち悪いなと思って、うん、もう置いてあるのもちょっと嫌だし、なんかなんでこんな肖像画でもないんですけど、なんか子供、なんか中学生ぐらいが描いた自画像みたいな、人を描いた絵みたいな感じで、でまあその絵とかがあったよって話したら、バイトの子で、あの大学生なんですけど、僕そんなん全然怖くないっすみたいな、うん、僕10番の部屋 寝ますわって、その夜中中その部屋にいて幽霊取ってあげますよみたいなことを言うんですよ、はい、調子乗った大学生みたいな、よくないよね、はい、うん、じゃあそのみんなもちょっとじゃあ取ってきてよっつって、うん、ただ普通に10番の部屋にいるだけだと雰囲気出ないんで、こういう風なライトに、カラオケの画面の電源は切って、部屋はもうこの明かりだけになる状態みたいな、まあ、廊下は電気ついてるんですけど、もう部屋は結構、まあ、10番ってだいたい 7,8 名ぐらいの部屋なんで、うん、この明かりだけだとちょっとやっぱり薄暗い感じなんです、はい、でまあその子がずっとまあ11時から朝5時までなんですけど、まあ、11時から入って最初の2時間ぐらいはカラオケしたり、一人で、携帯ゲームしたり YouTube 見たりとかしてたんですけど、なんかまあ眠くなっちゃったのか、もう気がついたら5時だったらしいんです、はい、ああ寝ちゃったな。でも全然そのお化けが出たりラップ音スピコンが異常になるとかもなんもなくて、うん、全然何も怖いこと起きなかったから帰ろうと思ってバーって用意して、でもうその時にすでにもうお客さんがゼロだったらしくて、はい、まあその時バイトしてる子に何もなかったよ帰るわって言おうと思って部屋開けて出ようとしたら、なんかこう本当に霊感その子ないんですけど、うん、見られてるらしいんです。見られてる、はい、はっきり見られてるんです。えこれ なんだこれって思って、どっから見られてんだこれ、見られてるというかこう人がよ四方八方にいる感覚みたいなことを言ってたんですけど、分かんないですよ、見えないんで僕もよく説明できないんですけど、要は立ってるこの四方に人に囲まれてる感覚になったらしくて、怖い怖い怖いって、なんだこれって部屋中こう見渡したら、部屋の机の下にこう女の子がこうしゃがんでこう座ってるらしいんです。でうわ見えちゃったと思って、ですぐバイトの子に行って10番出たぞっつって、もうカメラとか撮れなくて怖すぎて、で10番出た出たって言ってパニックになって、でもうそのやっぱ撮ってくんないと僕ら的には見えないから、もう一回10番行ってきてよっつって、彼に、はい、はい、って言ってこうムービーとかをこうやりに行ったんですけど、はい、結局その一瞬だけしかそのしゃがんでる女の子みたいな人みたいにいなくて、うん、でも見ちゃったもんだから家帰るのすげえ怖くなったらしい、うんうんうん、だからちょっと僕とかに泊まり来てくださいよっつって、嫌、はい、だよっつって、もしかしたらついてきてるかもしれないじゃんっつって、やだやだっつって、でもバイトの他の子とかにもちょっと誰がいいから泊まりに来てよっつったんですけど、誰も行かなくて、で結局そいつの彼女に、はい、あの朝家に来てもらうってことでまとまったらしいんです、ね、うんうん、でもまあ家帰ってまあなんか風呂か浴びてなんかゆっくりしてたら、あのポンって iPhone の Siri が勝手に起動するんです。あ、 Siri、 はいはい、はい、で Siri って結構 Siri みたいなこと言わないと起動しないじゃないですか、うんうん、Siri が勝手に起動して、あの分かりましたって言うんです、うん、で何を分かったのってパーって画面見たら、なんかよろしくお願いしますって書いてあるんです。でよろしくお願いしますっていう、要はこっち側が言った言葉がよろしくお願いしますなんで、そんなこと言ってないんで、これついてきてるやつが言ってんのかなみたいな。それでまたより怖くなっちゃって、みんなその時のグループ LINE に、あのお化けついてきてました、やばいですどうしましょう。で僕は完全にその絵 あのやつだと思って、うんうん、完全に思い込んでたんで、いやあの絵とかが絶対なんかやばいからっつって店長に言ってお祓いしてもらった方がいいよみたいなって言って、店長にその時も朝晩で店長がいたんで、店長ちょっと3階の絵確認してきてくださいよ、うん、っていうのが、その僕が言ったタイミングで店長がすぐ確認してくれて、そう絵見に行ってくれたんですよ、はいはい、そしたら、僕が見た時はこう真顔の絵だったんですけど、うん、店長バッて見に行った時、その女の人がこうやって笑ってたらしいんですよ、うん、絵の表情が変わってる、だから今もそのいつまだ女の人連れてるかもしれないっていう進行形のお話ですね。やっぱ連れてきちゃった、連れてきてるじゃないかって思ってます、はい、確実に。でも来た時にはその霊はちゃんと
まあ、これから住むにあたってよろしくお願いしますって結構律儀に言った律儀にはそうですねちゃんと挨拶はしに来てくれてシーンだけそれを聞こえたって、はい、で分かりました分かりました勝手に承諾しちゃったんで、はい、そうかシリがもう承諾しちゃったから、はい、じゃあもういいんだと思って本当に住んじゃってるかもしれない、はい、シリ迷惑承諾しちゃったんだもんな、はい、勝手にだってもう OK 出たじゃんっていうことだよね、はい、例からしてもういいじゃんいやなんかでもそのカラオケの話だと、はいまあ、仲のいいね、はい、あのネットなんかでオカルトのこう記事をこうたくさん出してる、はい、トカナの編集長のスミさんっていう女性がいるんだけど、はいはい、スミさんがね結構その霊体験した人にいろいろこう取材するわけですよ、はい、で芸人のユリアン・レトリーバーさん、はい、結構霊感強い何回かね怪談ライブでも一緒になったんですけど結構経験してまして、はい、でそういう話をじゃあ取材しようって言ってでねなんかちゃんとしたこう会議室と取れなかったんで、はい、まあカラオケボックスってねほら密室だから、はい、取材にちょうどいいなってことで、あるカラオケボックスで取材してたんですって、うん、したら横の部屋がちょっとこう若い子なのか分かんないけどなんか迷惑でもうすごい防音で歌ってて、はい、まあでもカラオケだからねしょうがないんです、はい、ちょっとなんかうるさいな取材しづらいなと思ってたらその後にドン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 ってもうこう、うん、壁叩いてきてこれは結構迷惑だなと思ってちょっとさすがにちょっと注意してきましょうかって言ってスミさんが部屋を出て隣の部屋に注意しに行こうと思ったら誰もいなかったってこれ本当の話ですもしかすると、はい、まあその場所自体やばいのか、はい、それこそユリアンさんが本当に霊感強いから何かそういう霊現象を起こしてたのかわからないですけどやっぱなんか何でしょうねなんか不思議なことってカラオケボックスって結構ありますよね拾っちゃう声マイクで拾っちゃうとかよく聞きますえどういうこと僕の友達がカラオケ一緒にいた時に、うん、僕はその時は全く聞こえなかったんですけどこう僕が歌ってるこのマイクに僕の声に合わせるように違う女の人の声がなんか、片言でなんとかなんとかみたいなこう一緒にこう入ってくるらしいんですよで最初要は違う部屋のマイクが混線してかなと思ったんですけど近くに歌ってる部屋も何もなく要は絶対入ってきてる声だよってお前の声じゃないもんみたいな感じで言われたことありますなんかマイクが拾っちゃうみたいなハモってきてるわけじゃなくハモってきてるわけじゃないなんかその声なんかってこうやって島田さんが喋ってる上から何してんのみたいな要はその普通に何みたいな感じのなんか何を喋ってるか分かんないような声で喋りかけてきてるみたいな感じらしいです、まあ、昔からそのね例の声が入った CD とかね結構あったじゃないですかはい、ねレベッカのムーンとか、うんはい、で岩崎宏美さんの万華鏡とか、はい、で僕一番くっきり聞こえるなと思ったのは光源氏の荒野のメガロポリス、うん、ちょうど感想のところで、はい、カークーンっていうのもありますけどねなんかやっぱり何かそういう例っていうのは干渉してきたりとかするんですかね、 毎回こういう話してくださいますけど、はいまだあるんですか あるんですけどあんまりまたちょっと どうしようかなして大丈夫かなっていう話があるんでちょっとやっぱ今日はちょっとまあ普通にまあつい、去年のお話で浅草に東洋館ってあるじゃないですか。ね、芸人さんがみんなこうね、はい、ネタやっててっていうね、はい、もう本当老舗のお笑いの劇場というかね。で、つい去年そこで出番で出させていただいて、うん、ただ入り時間がちょっと時間があったんで、はい、30分ぐらいちょっと時間があったんで、東洋館の前にドンキホーテがあるんですよ。あ、そうでしたっけ。はい、目の前にドンキホーテがあって、うん、でそのドンキホーテの入り口にうつぼがウツボがいる水槽みたいなのがあるんですね。あ、ドンキホーテの前に。はい、もう入り口にあるんですよ。結構大きめの水槽なんです。水族館じゃなくても、はい、なんかなんかそれは何でしょう、展示物で、展示物みたいなオブジェじゃないですけど、ちゃんと生きてるウツボがいて、でもうウツボあんまりこう見たことないんでテンション上がっちゃって、パシャ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 写真撮ってたんです。うん、そしたら、その写真になんか変なものが映っちゃったっていう写真を今日お見せしようかなと思って心霊写真です皆さん、すいません。いや、ほら、心霊写真ってね、霊感ない人も否応なしに霊が見られちゃうっていうやつなんで、はい、
すみません、じゃあちょっと、東洋館の向かいにあるドン・キホーテの前に飾ってあるウツボの水槽ですね、はい、それを、川口くんが撮ったという写真、はい、じゃあちょっととりあえずじゃあ写真じゃあこれ出していただけますか。はい、はい、こちらです。こちらなんですけども、これは、ね、今画面出てますけども、はい、まあウツボが全これウツボだよね、この、はい、黄色いやつで水槽、結構これ大きな水槽ってこと？2メートル、3メーターぐらいですね。大きいんだ。結構大きめの水槽で、撮った時は僕しかいなかったんですよ。要はウツボを珍しいなって思ってる人は多分僕しかいなかったのか、ストーリーしかこういなくて、でパシャパシャ撮ってて、で時の写真なんですけど。これ皆さん分かりますかね？どこにいるか分かりますか？ウツボが、まあ、もちろん写っていて、はい、ちなみに。わかんない、どこがなんかこれ変なの映ってるってこれが、アップにするとわかるんですけど、ここですね、ウツボの尾ひれぐらいのところにこう真っ黒な野球帽をかぶった焦げた人みたいなのが映ってるんですよ。本当だ。これはその川口の横とかになんか誰かがいたわけで、はい、それが映ったわけじゃないってこと？全くいないです。ここにこの人いなかったの？いなかったです。はっきりもう顔だよね、はい、顔っていうかもう帽子かぶってる。帽子かぶって、ただ変だなと思うのが、目とかそういう鼻なんていうんですかね、なんか人間っぽくなくないですか？タイツ着てるみたいな。ああ、でも、はい、本当に野球帽をかぶって真っ黒の顔が、はい、でこの写真が要はその心霊写真だって分かったのが、この土地って昔ちょっと焼け野原になってっていうのを聞いて、あ、これはじゃあそういうのに関係した方なんだなっていう写真だなって分かりましたね。戦時中に亡くなられた方写真見えますかね、まあ、ちょっとあと分かりづらいんですけど、この周りにあと何体か写ってる。この写真の中にってこと？はい、僕はこの黒い、焦げた方しか分からなかったんですけど、どうやら、まあ、見え方はちょっと分かりづらいんで。ちなみにその霊感が強い方なんかだと、この中に他にも映ってるってことですか？ちなみに どこの辺りですか？ちなみにですね、左上、ここら辺って言ってましたね。ここら辺ですね。これはでも人でしょ？だってどう考えても、これは人なんですけど、この黒いのが要は顔が何個かこう一体化してるらしいんですよね。いや、僕聞いたことあるんですけど、はい、心霊写真で見たときに明らかに分かりやすいのがポーンって言うと、もう僕らそれでびっくりして、うわ映ってるって言うけど、やっぱりね、そういう強いものが映るぐらいの場所っていうのはやっぱりね、ちょっとこう磁場がおかしいというか、はいはい、こう引き寄せやすい場所なんです。そのだけはっきり映るってことは、うん、だから僕らがだいたい霊感ない人が、あ、これ怖いですねって言った写真って、霊感強い人からすると、いやいや他に何体も映ってるってあるんだよね、はい、あります。で、あ、この写真ちょっと僕じゃあ今紹介してもいいですかね、はい、これね、まあ、ある風景を写した写真、犬が写ってますよね、はい、ワンちゃん写ってますよね、可愛らしいワンちゃん、よく見るとちょっとワンちゃん片方の目が写ってないんですけども、これ僕らからすると、あ、これ怖い、何か良くない写真なのかと思うでしょ。でもその奥にこれ隙間があるでしょ、隙間にこれ何体もいるらしいんですよ。僕見てもなんかそうかなぐらいですけど、はい、でこれその、まあ、写真をね、はい、紹介してくれた方によりますと、これで今その隙間に霊が1体2体ぐらい見えた人は割と普通なんです。3体見えたら結構強い、4体以上見えたらめちゃめちゃ霊感が強いっていう判定写真なんです。おー、すげえ。あなたどれだけ霊感強いかっていうのが分かる、これ判定写真なんです。皆さんどうですか？1体2体まだ大丈夫、3体ぐらいからやばいです。それ以上見えた方、もしかすると気づいてないだけでかなりやばいかもしれないですね。ちょっとこの写真、はい、見ていただきたいと思います。いや、でも写真っていうと、はい、ちょっと前に見せてもらった写真あるよね。はい、あります。あれのさらにもあるんですよ。でもちょっと写真今回じゃあちょっとその話いいですか、はい、あれって、はい、やっぱ川口がそういう心霊スポットなんか好きだから、はい、仲間内でみんなでその心霊スポットに肝試しに行った翌日の写真なんだよね。そうです、心霊スポットで、こっくりさんやって
うめき声とかが入ってる動画が入った携帯がぶっ壊れて、でその2日後のイベントですね。あ、2日後だ、はい。で、ただそのこっくりさんで動画が撮れて、はい、携帯がぶっ壊れたっていうのをさらっと言いましたけど、はい、めちゃめちゃまずそこ怖いから、ね、めちゃくちゃ怖かった。麻痺してるよね、はい、そこすげえさらっと言ったけど、そこめちゃめちゃ怖いから、ね、めちゃくちゃ怖いんですけど、こう伝える話術があまりなくて芸人さんです。そこすいません、結構やばくて、はいはい、だちょっとそう怪我したやつ、動画とか残ってる、動画が残ってたんですけど、要は飛んじゃったんですよ、データが全部。はい、これもまあちょっと、まあ、僕らの業界あるあるなんですけど、はい、なんか撮れたとかっていう携帯って謎の故障するっていうあるあるありますよね。本当に故障するんですよ。で、皆さんさらにもっと言うと、はい、あれ全然不具合なかったのに最近携帯調子おかしいって人いますよね。そういう時に自分のアルバムもう一回確認してください。それが携帯不具合が出たぐらいに撮った写真、心霊写真が入ってる可能性が結構高いらしいです。なので今ちょっと携帯ちょっとこう調子おかしいっていう人、その時撮った写真今しっかり見てください。もしかしたら写ってるかもしれません。携帯ね、やっぱそういうのってこう電磁波、そうですね、電気機器にこう影響を与えるらしいんで、なんか入っちゃったり、入っちゃってることがあるって言いますよね。はいはい、ごめんなさい、ごめんなさい。それがあって、はい、で2日後のイベントですね。イベントで、ホラー映画監督さんのイベントで、僕と、その心霊スポットに行ったメンツ4人ぐらいで行って、で監督さんを真ん中にして、そのホラー映画のイベントっていうのが DVD で怖い幽霊をこう扱うみたいな DVD なんですね。で真ん中にお化けのパネルがあるんですよ。はいはい、でパネルを挟んで監督さん、僕の友達2人みたいなのを撮ったんですけど、はい、じゃあその写真ちょっとまず皆さんご覧いただきたいと思います。はい、この写真です、はい、出てきます。真ん中に今ね、はい、パネルです。これは皆さん、これが幽霊じゃないですよ。そうですよ、これは違いますからね。これはパネルです。はっきり映りすぎちゃって真ん中にドーンとね幽霊のパネルがあって、横にいらっしゃる男性が監督さん。そうです。で、川口とお友達たちが写ってるっていう、はい、僕が撮ってるんで、パネルの横には女の子の友達がいるんですね。はい、でその女の子の友達がパネルをこういうふうに持ってるんです。はい、でまず皆さん分かりますかね、この写真どこがおかしいか。はいはい、これ探せますかね。これ僕は言われて気づきました。これ最初気づかなかったですけど、まずこれね、はい、僕も見せてもらって、はい、わっと思ったのがやっぱそのパネルを持ってる横の女性なんですよね。はい、まずこの女性のあたり、はい、ここを見ていただきたいと思います。アップで今出します。はい、これね、はい、おかしいですよね。何がおかしいって、はい、女性パネル持ってます、その手が写ってますけども、その上にも不思議な手がここ写ってるんですよね。はいはい、これ明らかにこの上側のこの手というのはちょっとおかしいですよね。これ女の子の手じゃないですよね。女の子の手じゃないです。で監督さんの手でもないですよね。もうこういうふうに押さえてるんで、あ、まあ、こっちか、こっち側でこういうふうに押さえてるんで、監督さんの指がちょっと映ってるんですよ。ここに。だからここに謎の一つまた不思議な手が映ってるんですよ。はい、でこの時パネルの後ろとかに要は人がいなくて、で僕ちゃんと撮ってたんですけど、でもこれ初めてその要はこの、あ、この写真を撮った時にこのオカルトサークルのグループラインにこの写真をあげたんです、ね。うん、じゃあみんなが心霊写真だっていう。ちょっとごめんなさい、オカルトサークルっていうグループがあるんですか。はい、すいません、またややこしくなっちゃうんですけど、いろんな職業の人が、予定を集めて心霊スポットに行くっていう集まりです。じゃあそこ今度同行させていただいていいですか。あ、全然いいです、全然いいです。で、その時に撮れた写真がこれですね。でそのグループラインにあげた時にみんながそのパネルやばい、パネルやばい、うん、手写ってるよってなりますよね。はい、で初めて心霊写真撮れてテンション上がっちゃって、もういろんな人にこう見せてたんですよ。うん、これ手写ってるんだよっつって、そしたらある後輩が、いや川口さんこれあんまり見せない方がいいですっつって、でこれ本当にやばいのはこう手じゃなくてこの上の方にある顔だよって言うんですね。はい、本当にやばいのは、はい、左奥、はい、上ですね、はい、に写っているエアコンがあるんですけども、はい、そのエアコンの右上に、はい、ここに皆さん分かりますか。アップにしたらそうです、ここに、はい、これ完全に顔ですよね。はい、でこっちの方がやばくて怒ってるからあんまり見せない方がいいよって言われたんですね。そうなんですよ。
その見せない方がいいよって写真をまた今日紹介してくれたっていうことです、ね、はい、あんまりこう見せるとあの怒ってらっしゃるんで、ちなみにここに写ってる皆さんとかお友達は皆さん無事なんですよね、はい、この、パネルの右側にいらっしゃる女性、この写真撮れた後連絡つかなくて、今消息不明になられてます、はい、あのグループで誰が呼びかけても返信なくて、川口、はい、動画ね、本当これ YouTube チャンネル、ね、はい、来ていただいて本当嬉しいんだけど、はい、なんだその一動画一爆弾みたいな、なんか自分に返してるわけです。いや、なんなのそれ。あのやっぱ島田さんのこの直々の後輩なんで爪痕だけは残してる。爪痕っていうかもうこれなんとか、やっぱりなんとかハマりたいです。ハマりたい。いや本当皆さん、悪いやつじゃないんですけども、であの、はい、大丈夫だよ、これあのお払いとか。お払いは一切してない。しとけよ。一切してないです。大丈夫です。これはなんか本当に見たい、見てあの体調悪くなる。あ、でも10段階で言うとこれはまだ4です。やばいレベルで言う。なんだその4っていうのは。自分の中にももっと上の写真とかがあるってこと。8があるんですけど、8を1回ライブで公開した時にお客さんがゲボ吐きましたね。その倒れた方が、ライブじゃないですけど、こういう知り合いの身内で見せた時にこうなった方が2名います。進行形のっていうのだけお伝えしておきます。あ、一番怖いやつだ、はい、全然まだその終わってないやつなんですけど、はい、持ってるとみたいな感じです。え、持ってると。僕は、まあ、今は持ってるんですけど、持ってるだけでも良くないよって言われたんですね。それが要は育っちゃって運転みたいな。前回ね、はい、前回この見ていただいた方は分かるかもしれませんけども、はい、もう本当に嫌なお写真紹介していただきまして、でそれがあの怖さでいうと3とか4だったって、はい、でそんな中本当やべえやつありますよ、はい、レベル8ありますよ、はい、見せましょうかどうしましょうかって話だったじゃないですか。ありました。だから多分ね、見てる皆さんからすると、あ、川口が来たということは今日はいよいよ8かってことなんです。はい、ことなんですけども、でお払いだから今してもらおうってことで動き始めてるんだよね、うん、今。はい、だから今日はちょっとまだお払いは済んでないので、だ今日は8はない、まだちょっと、はい、ただ次回は、はい、次回はお払いした時に持ってきます。すいません、お払い終わったら8来ますけども、はい、安全な注文。で今日はその前にとりあえず、はい、その中間ぐらいのなんかやつを持ってきていただいたって聞いたんですけど、はい、6.5、 まあまあいってるな、7ぐらいの、はい、お話を。もう限りなく8に近いんですけど。8に近い。まあそうですね、これもちょっとそうですね、前回の写真よりは まだ僕の中ではそんなにあの怖いことではないなっていう感じの、皆さん今日はじゃあ 7.5 お送りしたいと思いますんで、ぜひちょっとね心の準備していただきたいと思います。本当もうこの動画内ではもう川口っていうかもう8って言われてるからね。あ、本当ですか。あ、でもなんかいいですね呼び方。マジですか、はい、でもなんかその関係が分かりないんですけど、はい、俺実はね写真見せていただいたじゃないですか、はい、すっごい気持ち悪かったんですよ、はい、で、ちょっと前にねその怪談ライブ自分でやらせていただきまして、はい、大阪東京とあったんですけど、はい、まあ、関係ないと思うんですよ、はい、ただね一応その成功祈願安全祈願ってことで神社にお参りに行ったら、お参りし終わって振り返った瞬間石段でズルって転んで人体やっちゃいまして。え、本当ですか。まあただの偶然と思いたいんですけど、今日ここに来たらカメラマンさん腰やっちゃってるっていうね。もう害出てます。害出てます。あの動画見た、はい、数少ないうちのね、あの時 3,4 人でしか見たの。 3,4 人です。もう一応2人がやっちゃってるんですよ。これはもうだからお祓いちゃんとやっていただいたら、やんないとダメですね。皆さんの方にお伝えしたいと思いますので、ぜひちょっと楽しみにしていただきたいと思います。します。すみません、あの前段長くなってしまいまして。いや、すみません、頑張ります。じゃあ 7.5 のお話ですか、はい、前回出させていただいた時に、はい、僕廃墟でこっくりさんをすることがあったんですよっていうお話をちらっと多分したと思うんですけど。ありました。なんかちょっとだけサクッとなんかふわっといった気がするんですけど、まあ、ふわっとする話ではないですけど、まあ廃墟に行くだけでも怖いのに、はい、そこで高齢術こっくりさんってのは本当に危険だと思いますよ。そうですね。
その前回、オカルト会みたいなのがあるって、はい、そこで、まあ、いろんな職業の人と廃墟を巡るんですみたいな、うん、そのメンバーと廃墟、まあ、行った時の話なんですけど、はい、もう今からもう本当 4,5 年ぐらい前ですかね、はあ、その廃墟、埼玉県にある、某精神病院元、はい、で精神病院僕初めて行ったんですけど、まあ、もちろん全部されてるんですけど、どのフロア行っても全部同じ風景なんですよ。え、どういうことですか？1階、2階、3階って3階、4階まであったんですけど、はい、1階上がってって2階行くじゃないですか、うん、もちろん壁とかズタズタなんですけど、階段とか作りとかが今これ俺ら何階にいるんだろうみたいな錯覚になるような精神病院の廃墟で、でただその本館と別館ってのがあったんですね、はい、で外から見た感じ本館は散策してって全部回ってたんですけど、これどうやったら別館の方行けるんだろうみたいな、うん、本館から別館に行ける通路がなかったんですよ、うん、でこれどうやって行けるんだっつって、もう片っ端から散策してって、どうやら地下に降りて地下から別館に行けるみたいな、地下からしか行けないんだ。地下からしか行けなかった。それ要は防火扉が全部の本館閉まってて、はい、もう壁とかも崩れてて行けなくて、もう行くにはもうどう考えても地下からくぐって別館の方に行くしかないみたいな、うん、でじゃあその時前6人ぐらいいたんで、地下の方に潜って別館行ってみようってことになって別館行ったんですよ、はい、まずくぐってって本当にもう明かりが夜中だったんで明かりないんですよ。懐中電灯の光だけでこうやって行ってたら真正面に、うん、あの階段の要はなんていうんですかね、非常口がついてないタイプのこういうちょっと空洞になってるタイプの階段、うん、なんていうの、真正面本当一本道なんですけど、はい、あそこがどうやら別館に行くための階段の通路だなみたいなのは、うんうんうん、一目で分かるんです、はい、で あそこだねっつってこうやって明かりを照らしてったら両サイドに3つほど部屋があるんですけど、はい、両サイドの3つの部屋が全部牢屋なんです。鉄格子、鉄格子で鉄格子なんですけど全部入り口開いてるんです、はい、で、まあ、まあとりあえず牢屋だけど、まあ、もちろん何もないんで別館行って別館に何もなかったらそこの牢屋で何かしようかみたいな、うんうんうん、でまあもちろんその最初に気になった別館の方こうやって行って別館の方をね登ってったんですよ。みんなでついて登ってこうとしたら僕らが別館だと思ってたところって、うん、ただの階段だけがある塔みたいな、要は何もない塔、階段だけ、はい、踊り場があって階段、うん、踊り場があって階段で4階までちゃんとあるみたいな、でも結構な広さなんですね、はい、遠目から見た感じで結局4階まで上がって何もないね、うん、でまた下まで降りてって地下まで降りてって、それはそのさっき言ってた牢屋がこう3つあるとかあったじゃないですか、はいはいはい、の一番手前側、要はその階段の一番手前の最寄りの牢屋でコックリさんをやろうって、うん、でコックリさんの用意をしたんですよ、はい、もちろん何か映りたい、映らせたいからカメラセッティングして6人いたんでカメラマンさん2人と、うん、ハンディカメラ持って真ん中に、簡易的なテーブルというか椅子みたいなのに紙と、10円玉を置いて、10円玉ね、はい、でコックリさんコックリさんってやり始めたんです、うん、で回してから、3、40分経ってあのドーンドーンと音が聞こえます。でこれ最初近隣の、まあ、近くにももちろん住宅地があったんで、から音が鳴ってんのかな、なんかその建物の外の方から聞こえた感じだった、はい、で最初みんな気にしなかったんですけどあまりにもドーンドーンってなるんでこれなんかおかしいよなっつって、うん、でその間でもずっとコックリさんやってるんですよ、で何も起こらなくてでも何回も何回も起こるまでやろうってことで、ずっとコックリさんなんとかなんとかって質問しまくって何だドーンドーン、もう一回コックリさん終わるごとにドーンってなったりとか、でもこれさすがに気持ち悪いから、うん、どっから鳴るのかちょっと探してみようってことで、こうやってその階段の方から鳴ってんじゃないかっつって、あさっきの塔みたいな塔みたいなのから、うんうん、で一人がこう階段の方に明かりをパッて向けたのに、そのさっき言ってた防火扉で本館と別館の方をつないでる防火扉があったって言ったじゃないですか、はい、さっきで要は全部この本館と別館をつなぐ防火扉が全部挟まってる上から要はその防火扉をドーン、うんボンって叩いてる音なこれはっつって、うん、一回上行ってみようっつって俺ら以外にももしかしたら誰かが来ててその扉をこうドーンドーン叩いてるかもしれないっつって、うん、
で上がってこう上がってこうってみんなその非常階段のところ登ろうとした瞬間に1階の部分の防火扉がドン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 って叩かれて、でみんなそれにビビっちゃって、で急いでそのコックリさんの用意とか、はい、全部をこう片付けてもうすぐ外に飛び出したんですよ。今撮れてるかっつって言って、でビデオもちろん撮れてますっつって、で、まあ、その場で見るのは怖かったんで、まあ、とりあえず車の中で確認しようっつって、で確認したら確かにドーンドーンって音入ってるんですけど、入ってるんですけど、はい、なんかそう体感で聞いた音よりもちょっとちっちゃいんですよね。体感だともうダーンって、もうほんとドーン、思いっきり非常階段のあの鉄の扉をドーンドーンドーンって叩かれてる感じなんですけど、カメラで要は入ってる音だとなんかドーンドーンみたいな、まあちょっとこうなんかちょっと弱いな、うん、いやなんだ、でも確かに鳴ってたもんねつって、これはでもいいなつって、で、まあ、今度その要はまとまった部位2個のカメラで撮ってるんで、それを上映会やろうってことで、うん、その時のメンバーの家で全部見てみよう、後日後日、はい、でその週の週末に集まるってことになったんです、うん、で、ただその集まるって言ってた家の家主が仕事でちょっと遅くなるから、うんはい、じゃあちょっとあの駅前で時間潰しててよって言われて、うん、あ分かったよって、その時に6人いたんですけど、まあ、4人ぐらいしか行けなかったんですね、うんうん、別の家に、でまあ、近場でじゃあ時間潰してるよっつって、駅前にゲームセンターがあって、でゲームセンターであのお菓子とかがめちゃくちゃ積んである UFO キャッチャーを買って、はいはいはい、ポッキーのでかいやつとか、うん、そのうまい棒とかいっぱい積んであるやつ、うんうんうん、でこれをまあ手土産にちょっとなんか持ってってあげよう、うん、俺 UFO キャッチャーめちゃくちゃうまいんだってやつがいて、はい、あじゃあそれも持ってってあげたらね、つまみがてらこう見れるしっつって、そしたらね300円ぐらいで取れたんですよ、うん、でめちゃくちゃうまいじゃないですかとか言って言ってたんですけど、取り口取ってえってそう UFO キャッチャーのやつがめちゃくちゃこうガサガサやってるんですよ、うん、で僕らも UFO キャッチャー取ってるの見てるんですけど、取り口からこう取り出したのがこう透明な袋に、うん、なんかあの昔の僕らがちっちゃい頃に要は食べたか食べてないか分かんないぐらいの駄菓子、分かりますか、ね、どんどん焼きとかのなんかあのザラメがいっぱいついてある飴玉、懐かしのやつね、はい、うん、あれが袋にバーッ詰まってってるやつとか、うん、でも僕らが撮ったのはポッキーとかうまい棒のやつのお菓子の詰め合わせが落ちてるのは見てるんですけど、そんなのはじゃあ元々見えてなかったってこと、はい、いや落ちてるのはバッて見えたんですけど、それが落ちてきてるなと思って取り出し口から撮んのかなって思ったんですけど、取り出したのがそのちっちゃいこんぐらいの透明な袋のお菓子の詰め合わせが詰まってるやつ、うん、であれとうまい棒のやつはいやないんだよつって、でこれしかなくてさつって、でそのお菓子の詰め合わせもパッと見なんかちょっとそういうのばっかなんで、うん、なんだこれって開けてみて、バーって開けてみたんです。さあ賞味期限が昭和52年とか、40年以上前じゃないですか、でなんだこれっつって、うん、でまあ取っとけばよかったんですけど、うん、気持ち悪くなっちゃって、やっぱりそのみんななんだこれなんだこれってすぐゴミ箱捨てて、うん、でまあ手土産もなくそのまま家主の家行って、うん、その時のコックリさんの部位を見てたんです、うん、したらあのまあ、V それこそ30分40分ぐらいは本当普通にコックリさんやって、みんなあれなんだろうねこの音とかっていうのはもちろん入ってるんですけど、うん、最後ねそのもうやばいやばいやばい出るぞ出るぞっつって言ってってところまで、V は取れてるんですよ、うん、ちゃんとっていう、その V のこのタイマーっていうのが分かります、今何分ですみたいな、ああ、はい、まあ、何分今ね、うん、何も取ってますよっていう、はいはい、あれが52分で止まってるんですよ、うん、でこれ何が言いたいかっていうと、うん、これコックリさんって使った10円玉最後処理しなきゃいけないじゃないですか、あそうですよね、はい、はいはいはい、っていうのがあるんですね、コックリさんは使ったもの紙も全部、細かくやって破いて捨てるか、使った10円玉もすぐ使わなきゃいけない、うん、ただその10円玉使わずに持ってたみたいで、その時のメンバーが、うん、でその時の、コックリさんの10円玉昭和52年だったんですね、でナンバーその割ってるタイマーも52分になってて、でこれはコックリさんなんか関係あんのかなって言った瞬間にそいつんちの壁がどんどん叩かれて、僕ら別に何もうるさくしてないんですよ、これコックリさんそのまま来てるんじゃないかっていうお話なんですけど、その10円玉処理したと思うじゃないですか、え、どういうことですか、実は今日その10円玉持ってきてるんですよ、はい、いや
なんかこっちはまあ写真とか今日また出されるのかなって思ってその準備してたんですけど、はい、そんな曰く付きの10円玉今から出そうと思ってるんですか。だからあんまり話自体はそんな怖くはないんですけど、いやでもすごいよね。だってさっきその駄菓子だって賞味期限見たら52年って言ってましたよね、はい、全部52でしょ。でなんで嫌なかっていうと、はい、僕52年生まれなんですよ。そうだから偶然の、いやそれは違うかもしれないけど安室奈美恵さんとか菅野美穂さんと同級生ですよ、52年。この時のやつ、はい、まあちょっと裸ですいません、まあ、こんな雑に扱ってんのは、まあまあ今日帰り使って帰ろうかなと思うんですけど10円玉がちょっと見てもらったら、ちょっといいですか。10円玉触っちゃったよ今普通に。こ見えるんですかね、この昭和52というふうに書いてあるのって。すいません、今日は島田さんにその10円玉を差し上げます。また今回も一爆弾一爆弾本当嫌なの置いてきますね。あなた、まあ、後日談じゃないんですけど、まだあんの、はい、何これで終われば僕らも別に何の気ない普通の心霊スポット行って小栗さんしてっていうバカ話というかなんですけど、テープの持ち主いるじゃないですか、取ったテープをもちろんその家主の方が、うん、もうその家に置いて帰ってたんですよ、みんな持って帰る家なんで、うん、で一人で見たらしいんですよ後日、うん、そしたら52分っていう分数だったのをみんな覚えてるんですけど、うん、その家主の子が、いやあれから僕 2,3 回見てるんですけど、うん、やばいやばいやばい、行くぞ帰るぞ出るぞとかっていう声の分数がだんだん短くなってきてるらしいんですね。どういうこと、52分で出るぞってなって、うん、もう行くぞで止まってるんですよ。それが次見た時は48分とか、ね、おかしいじゃんそんなの。あれ最初はなんかあれ見間違いなのかな、うん、42分で切れてたのが最後なだけで、なんかちょっと見間違えただけかなと思ったのが、3回目見た時47分、次見た時43分とかなってっていうの、短くなってるんですよっていう連絡が今来てる途中。まあ、ちょっといろいろ考えちゃいますよね、はい、それが見るたびに短くなってきてやばいぞっていう時間が迫ってきてる、はい、だそれがタイマーゼロの時になってしまったら本当にやばいことになってしまうんじゃないかとかっていう。島田さんの YouTube でちょうどゼロの時流しません、一緒に短くなるその時が一番その事務所の中でもそのオカルト怖い話やっぱ一番誰にこう聞いてもらってやっぱ島田さんにこう聞いてもらって大丈夫かどうかっていうのを。でもその動画はあるわけですか、ドーンドーンって入ってるやつ。ドーンドーンのやつはまだ持ってて、いやそのそいつがもう怖くなっちゃって捨ててなければ、うん、多分まだその V のなんていうかハードディスクっていうんですか、ハードディスクとかのデータの方には多分あると思います、うん、それちょっとでもね一回どんな音なのかとかね、もし今度機会があったら、はい、機会があったらね、ずっとこの10円どうしたらいいのか分かんないから、ただ持ってるっていう、これは本当にその場で精神病院で本当にその時使った10円玉なんで。あ、はい、そうだ、ちなみに最初話してたけど、はい、この10円玉はあのお払いの方はしてない、してねえのかよ。すいません、綺麗にしてないんで、もう全く何の綺麗なあれでもないんです。すいません、はい、とりあえず、まあね、今回は 7.5、はい、話、ちょっと危険な話持ってきていただきましたけども、また、はい、またぜひよかったらお願いいたします。ホタテーズの川口くんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。